こんにちは、賃貸のマスクです。本日は奈良市中山町でございますサニービラの2階 2LDK のお部屋のご紹介をさせていただきます。まずですね、こちらのリビングの方からですが、約10畳ございます。このスペースでダイニングテーブル、ソファーを置いていただくようなスペースとなっておりますね。そしてキッチンの方はですね、こちらの方にはお好みのコンロを置いていただけるスペースございまして、調理スペース、シンクの方は広くなっております。こちらシングルレバーで使いやすいキッチンですね。ただこちらの方、毎月ベッドをお支払いいただきますと、浄水器としてお使いいただけるので、そのあたりも非常に衛生的ですね。上の方には水切り棚の方と収納スペースですね、上と下としっかりとございますので、お鍋やフライパンも十分に収納していただきます。キッチンの隣にですね、こちら冷蔵庫を置いていただけるスペースですね。またこちら、給湯器のリモコンになっておりますので、温度変更をすぐにしていただけますので、便利な機能になっております。はい、そしてですね、リビングの方、こちらの方に行きますと、テレビ、エアコンを設置できるようになっておりまして、ガレージに面しております。日当たりがいいとですね、こちらの方で洗濯物、お布団の方でですね、しやすくなっております。また窓の方はですね、こちら、部屋ガラスになっておりますので、閉めていただきますと、外からの音も聞こえづらく、また、気密性にも優れています。次ですね、こちらの水回りの方ですね。洗面所に行きますと、まず室内洗濯機置き場がございまして、その隣の方に、独立洗面台がございます。また奥にはですね、お手洗いがついておりますね。嬉しいウォシュレット付きとなっております、はい。またこちらの方はバスルームになっておりまして、こちらのバスルームは自動湯張りと追い焚き機能がついておりますので、いつでも温かいお湯でですね、入浴していただきます。はい、リビングに戻りまして、こちら階段見えていますので、2階のお部屋になります。降りていただきますと、玄関とシューズボックスがございます。このリビングにですね、こちら収納スペースがございますので、非常に使い勝手がいいかと思います。はい、あと2部屋ございまして、まずこちらの方。はい、こちらの方 4.5 畳の洋室となっておりまして、子供部屋であったりとか、そういった形で使っていただけるお部屋となっております。こちらの窓もですね、こういった形で開けれるようになっておりますので、反対側の部屋の窓を開けていただきますと、風通しも良くなりますね。はい、こちらの方も、大きめの収納スペースがございます。はい、あともう一部屋ですね。全室洋室となっておりますので、非常に使い勝手がいいかと思います。こちらの部屋はテレビとエアコンですね、設置可能となっておりまして、もちろん収納スペースもございます。はい、こちらの方はベッドを置いていただき、寝室としてお使いいただけるお部屋になりますので、はい、こちらのクローゼットですね、お洋服もたくさん、かけていただけるようになっております。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし内容心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。